ちょっと座骨神経痛についてだけちょっと説明しますので、はい、ちょっと一回座ってもらってもいいですか。はい、座骨神経痛とかっていうところで言うと、さっきの説明だけではちょっと足りない部分がありますので、さっき、1対9で動いてますよっていうところの説明、はい、あれ他の患者さんにも、まあ、毎回のようにしていきますが、座骨神経痛の方に関してはちょっと違う説明も必要になってきます。どういうことかですね。座骨神経って、僕が学生時代の時は座骨神経っていうところ、この梨状筋だったりとか、はい、お尻の筋肉のせいで圧迫されて、筋肉が硬くなるせいで、ここがギュッと神経が硬くなる、圧迫されるせいで足に症状が起きてますよって僕は教わりました。はい、どんな感じでしょうか。そんな感じで教わりました。そうですね、はい、おそらくそうだと思いますが、はい、ハワイとかで僕は解剖実習とかに行ってきたりもしましたが、はい、実際の保健体、ご遺体っていうところを観察していくと、座骨神経ってめちゃめちゃ太いんですね。はい、すごくしっかりした神経です。はい、ちゃんとここからミョーンってついてて、もちろん人体で一番長いですし、すごく太い強靭な神経になってました。梨状筋っていうと逆に言うとすごく細くて薄っぺらい、はい、そんなもので、そんな程度の梨状筋で、圧迫っていうところは起こり得ないっていうところは結論として感じました。はい、まあ、場所としても全然通ってない人もいますし、はい、近くで硬約されて圧がかかりすぎて圧迫されてしびれだったりっていうのが起きるのはナンセンスかなと思います。それよりも座骨神経痛が起きるメカニズムとしては、引き伸ばされるから起きるっていうふうに覚えておいていただいた方がいいかなと思います。ここの座骨神経が引っ張られて引っ張られてずっと刺激を受け続けると、そこで足の症状だったりっていうのが起こってきちゃいますので、うちで座骨神経痛で診断された人って結構来られますが、一番最初にやることとしてはまずですね、足をこういう椅子のところにこうやって乗っけてもらいます。はい、足をちょっと外旋外転移ですかね、ちょっと開かせたような状態で、この状態で立たせてみます。これだけで、足がずっとしびれてるとか痛みが起きてるっていう人が亡くなることがめちゃめちゃ多いです。座骨神経痛って言われて診断されてる人の10人中8人9人ぐらいこれでもう取れていきます。これ何してるかっていうと、足を片足をこう上げてる状態になって、はい、座骨神経の通り道ですね、こうやって通ってくれるようになるので、はい、普段はずっとこれで引っ張られてる人が、はい、この状態になっていけば緩むことができます。座骨神経の通り道が、普段10のテンションで引っ張られたものがこれによって1とか2になってくれます。引っ張られてるっていうのは神経自体が引っ張られてるって、はい、そうです。神経っていうのは筋肉だったりでところを挟み込まれて、はい、ずっと長くここまで届いてますけど、はい、絶対に座骨神経痛になってる人は股関節が内旋になります。はい、中から見るとこうです。中から見るとこんな状態になってます。はい、要するにこうです、はい、この姿勢ですね。こうすると股関節が内旋になるので筋肉もこっちに引っ張られていきますし、当然ながらここの距離が伸びますので、はい、物理的な距離です。これは座骨神経が引っ張られて引っ張られて、そのせいで刺激が起こり続けることによって、ここで足の症状、痛み、しびれっていうところが起こっちゃってます。それを起こってるので無理やり外転外旋ってこの状態なので、距離がこの分たわんで緩くなってくれるので、はい、ここで症状がすぐ取れちゃいます。一時的にですよ、もちろん、はい、一時的にここで症状が取れちゃうようになっちゃいますので、
これで起きてる人は逆に言うと、股関節が内線にあることが問題になっている。引っ張られてこの姿勢になっちゃってることが問題なので、ここに対する治療を、姿勢の改善というところさえできるようになれば、この状態になることさえできれば、座骨神経痛っていうのはすぐ治りますよっていうところですね。これは結構その本人、患者さん自身もこうやってあげるだけで痛み取れちゃったりするので、結構理解しやすいかなと思います。お風呂入って良くなるとかっていうのも同じようなメカニズムですね。こうやって内側に開いてる硬い筋肉だったりっていうところが血流良くなれば、ちょっとこの状態に自然と戻ってくるので、足のしびれだったり症状っていうところを当然ながら治ってきますよっていうところです。この辺だと絶対に治せるものなので、自信持ってこれは治せますよって言ってあげてください、患者さんのために。それが相手はすごく理解しやすいので、で、じゃあ股関節が内線に入ってしまう原因は何ですかっていうところも考えないといけないところになりますね。はい、例えば、この大腿筋膜張筋の硬さなのか、お尻の大臀筋だったりっていう臀部の筋肉が機能してないことによって、外旋筋ですから、そこが機能してないと内側に引っ張られちゃいますよねっていうところとか、こっちの肩が内側に入っちゃえば、こう内旋してしまえば股関節も当然こっちにひねられてしまいます。こうやって歩ける人いないので、この世界に。そうなってくると肩甲骨の治療も大事ですよねっていう発想になってきたっていうところで、患者さん自身の伝え方っていうところとか治療の組み立てっていうところも変わってきますので、その辺は、この知識ですね、圧迫されてるんじゃなくて引っ張られることによって神経の症状が起きますよってところは覚えておいていただくといいかなと思います。